インポーティング。この動画では 2D ゲームのテクスチャーのインポート方法と設定に関して解説します。ドロワー、画面左下コンテンツドロワーをクリック、もしくはコントロールスペースで開いたり閉じたりができます。しばらくこのコンテンツドロワーをメインで作業するので、レイアウトにドッキングを押してコンテンツブラウザーが常に表示されるようにします。 2D アクションフォルダの中に右クリックから新規フォルダ、アセッツと名前を付け、アセッツをダブルクリック、右クリックから新規フォルダ、テクスチャーズと名前を付けます。この中にテクスチャーをインポートします。フォルダーの構成に明確な規定はありませんが、このチャンネルでは外部から読み込むデータはアセッツフォルダーの中に入れることにします。日本語の直訳としてはアセットは資産、財産という意味になります。テクスチャーは肌触り、表面の質感という意味ですが、 CG 用語的には画像のことをテクスチャーと呼ぶ場合が多いです。インポート。まずインポートの手順を説明したいと思います。読み込み可能なテクスチャー形式を公式ドキュメントで確認しておきます。ドット絵の場合は PNG が扱いやすいと思います。ここにはテクスチャーの解像度はなるべく2の乗数にするようにとの注意書きもあるので、できるだけ従います。2の乗数だと余白が大きすぎるような場合は4の倍数になるように解像度を調整してください。インポートの参考用画像を概要欄のリンクに置いてあるので、そちらからダウンロードしてみてください。自分で用意した画像でも良いです。ダウンロードデータには PNG 画像が2枚あるので、両方をテクスチャーフォルダにドラッグします。インポートボタンから素材を選択してインポートすることも可能です。セッティング。読み込んだ T プレイヤーサンプルをダブルクリックで開くと、ぼやけている状態だと思います。この状態を 2D ゲーム用に調整する方法として、右クリックからスプライトアクションペーパー 2D テクスチャ設定を適用とすることでぼやけなくなります。ドット絵の場合、もう少し設定した方がいい点として、 MIP 全般設定の From テクスチャーグループを No MIP Maps にすることで、意図しないタイミングでにじんだ画像にならずに済みます。不必要な中間画像も作成されなくなるので、データサイズも減ります。基本はこの3点の確認で良いですが、公式の UE5.1 のサンプルにニアレストにしろと書いてあるので、おまじないとしてニアレストにしておきます。確認点はこの4点。この設定を変えてもテクスチャーの色がおかしい場合は、特殊な色階調のテクスチャーを読み込んでいる場合があります。深い。テクスチャーの設定をしても色味がおかしい場合は、 Windows のエクスプローラー上でテクスチャーを右クリック、プロパティ、詳細を選択、ビットの深さが24か32であることを確認します。48以上の数値の場合は特殊な色階調のテクスチャーのため画像を変換する必要があります。 Windows の標準機能の場合、テクスチャーを右クリック、プログラムから開く、切り取り&スケッチを選択、右上の保存ボタンから別名で保存することで一般的な RGBA 画像になります。ペイントやペイント 3D でも透明度が必要なければ同じように別名保存で目的の色情報になりますが、切り取り&スケッチであれば透明度も含め適切な状態になるため、標準機能を使う場合はこちらが用途に合っています。業界標準となっている Photoshop ではメニューのイメージモードが RGB8 ビットになっていることを確認してください。なっていない場合はRGB8 ビットにしてください。 Adobe の8ビット設定の画像を保存すると、 Windows のビットの深さでは32ビット表記になりますが、 RGBA、レッド、グリーン、ブルー、アルファをそれぞれ8ビットの色階調で8ビットとして扱う Adobe の表記と、各色8ビットの足し算で32ビット、透明度情報を持たない場合は24ビットと表記する Windows 標準の表記方法との違いになっているようです。
数のアセットを同時に編集するツールとして、テクスチャを右クリック、アセットアクションからプロパティマトリクスで一斉編集で複数の素材を一括で編集できるんですが、項目が多いため慣れていないと結構面倒なので、1クリックで設定できるツールの作り方の動画を公開しています。5分くらいで作れるので、テクスチャの設定が面倒だと思った時に確認してください。ツールとして配布しようかと思ったものの、作り方を伝えた方が早いレベルでした。テクスチャの設定が済んだので、次はこのテクスチャをビューポート上に配置する手順をやっていきます。